今日はパスポートも台湾の悠々カード、この2つを持ってみなとみらい線で台湾に行ってこようと思いますので、ご期待ください。それでは中へ入居いたします。おー、すごい、この門の彫刻もすごいですよね。ここの PR ポイントが5000頭の竜が舞うということで、入り口の門から素晴らしい竜の彫刻が多数見えます。こちらの本堂の入り口の屋根にも多数の竜が舞っております。装飾きらびやかですし、もう本当台湾の道教のお寺そのものっていう感じですね。埼玉県坂戸市に現れる台湾聖天宮をご紹介しています。前編のダイジェストをお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。それでは続きをご覧ください。はい、台湾でおなじみのおみくじ、あと神幣もありますね。これはですね、お祈りしながらこのおみくじの棒を引きます。こっちのシャムチェってやつですね。でこれを引いて、この神幣を床に投げて、そのチャムチェの番号で良いかどうかを神様にお伺いを立てるわけですね。でその2つの神幣の向きによって、それで良いのか、もう一度やり直した方がいいのか、まあ、ちょっと今神様考え中という3つになりますので、それに結果によってその番号で良いかどうか、最終的に決まった番号のおみくじをあちらの箱から引くわけです。
はい、まあ、おみくじ20段が出まして、神父へで陰と陽両方出ましたので、こちら結果陰と陽許可ありということで、この今引いた番号で良いというお許しが出ましたので、その番号のおみくじを引きに行きます。20番これですね。ここから一旦引きます。どうもよく調べる、周りの意見をよく聞いてから決めると良い。財福勝利、気持ちを引き締める必要あり、利害のある人の口車に注意。父母病気、一回じっくりと話し合うと良い。問題は長引かないように。恋愛、仕事、心のつながりを大切に、食事を共にすると新しい発見をする。兄弟、友人、余計なことは言わない。行動が信頼につながる。子女、邸宅、今は見守ること、同じ立場の人に相談すると良い。くじというだけだとするとあるんですね。小吉です。おみくじの詳細が書かれています。あ、今日もあるんですね。帰っても良いということ、これ日本のおみくじと変わらないですかね。ちなみに吉凶順も書いてありますが、ここは大吉、中吉、小吉、小凶、中凶、大凶、よく上下を迷う吉とか末吉っていうのはないんですね。さあ、今度は太鼓の音を登ってみましょう。こちらもやはり太鼓が12回です。太鼓も銅が赤く塗られています。見ると昔のなんか戦いの絵が見えているのが正面入り口の門です。先ほどくぐってきたところです。周りは本当よくある田園風景なんですが、その中に突然バーンと台湾の道教のお寺が
と言っていいのでしょうか。先ほど解説の方は神社というふうに一生してました。台湾の神社が突然現れるというちょっと不思議な光景です。それでこちらですが、台湾のですね、こういったお茶ですとか、下わかりますか、ビーフンですね、新州の名物のビーフン、そして発泡がゆ、台湾ならではの、ヘイゾンあるじゃないですか、飲み物や菓子などを販売しているんですね。グアバジュースありますね。これもここの特徴となっています。ドジャもある。今回のアスカ TV では、以前のように気軽に台湾に行けなくなっている現状の中で、日本の国内の中、しかも関東近県の中で台湾を感じることができるスポット、埼玉県坂戸市にある晴天宮をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。少しでも台湾気分味わっていただけましたでしょうか。アスカ TV では今後もこういった海外旅行ができなくなってしまっている現状の中で、日本国内で気軽に海外を感じられるところを紹介していこうと思います。一緒に旅気分味わってみませんか。ぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価の方よろしくお願いいたします。一緒に国内で海外気分味わっていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。